はいどうも、おもチャンネルんです。今回ははい、今回もアマゾンで買いました。はい、何買ったのかな。開かへん。いや、はい、登場。あ、ピンクとエメラルドグリーン。ピンクの箱のこいつ、妖怪メダルバスターズ第5幕地獄の沙汰も閻魔次第編。それとこいつ、妖怪メダルユーステージ3新章発見、ジャポンの国からこんにちは。この2種類を箱買いしたので開封していきたいと思います。それではバスターズから行ってみたいと思います。外箱はピンクベースの結構派手なデザイン。番号は39570106となってます。じゃあ早速オープン。テープ剥がしとかなあかんね。あ、はい、開けるぜ。眠って、こんな感じで陳列して、はい、完成。まずは公式サイトで軽くラインナップを確認しておきましょう。今回は全20種でホロメダルが8種、うちキャンペーンメダルが1種、ノーマルメダルが12種となっていて、ホロがこんな感じ、ノーマルがこんな感じで、キャンペーンメダル、キャンペーンメダルは金太郎なんです。これは欲しいです。今回出てきて欲しいメダルは全部欲しいっちゃ欲しいんですけど、中でもこのグレート妖怪メダルは全部欲しいですね。あとノーマルメダルだとツチノコパンダとかガシャドクロとか、それとキャンペーンメダルも絶対欲しいです。ではでは早速行ってみましょう。ちなみに今回のパッケージはこんな感じですね。わは、なかなか結構かっこいいですね。裏面はこう。それでは記念すべき第1袋目いってみたいと思います。ジャッキンチャー、よーし、いい飲んでるかな。こっからはハイテンションでいけるかな。ジンジンジンと、はい、来た。こう、まあこのコーンあれはいつも通りね。ほんでメダルがどっち向きで出てくるんやろ。こうか、こうでええんか。これは、うん、あ、うわ、表やね。よし、行こう。記念すべき1枚目、1袋1枚目、せーの、よっしゃ。お、誰や。お、おでんじん。うん、まあまあ、うん、普通やな、スタートやな。よし、ではその相方、せーの、よいしょ。あ、誰だ、ダララダンビラ。ほうほう、結構まあまあ普通のスタートね。はい、ワンパック目はおでんじん、それとダララダンビラでした。よし、ええの来いよ。じゃあ2パック目は後ろの方から行ってみよう。よし、さあ頼むで、頼んませ。おい、ほいこい、ほいこい。さあ、2パック目は何が出た。ドン。お、あたたたたた、来たよ、閻魔大王やんか。やった。そしてその相方は、よっしゃ。あ、爆速か。おしおし、やったね、グレート、グレート妖怪メダル。はい、2パック目は閻魔大王、それと爆速でした。おー、ええ感じだね。2パック目から来ましたね、グレート妖怪閻魔大王。さあ3パック目もこれでええ感じで来るかな。じゃんじゃん行ってみよう。チャッタタッタタッ、行ってみますよ。よいしょ。あー、開いてない。開け、おい、開いてないやねんかい。よし、うるっ、おりゃ、あ、ほんと開いてなかった。うん、よし。さあ3パック目、1枚目登場。わー、あ、何これ、先駆けのすけか。よし、その相方ドゥーンと、おお、ウラキュンター。うんうん、まあいいや、いいや。3パック目はウラキュンター、もう一つは先駆けのすけ。よし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 、行ってみよう。キラキラ来いよ、ほら来いよ。4パック目頼むで。よしよし、来い来い、出るかなー。4パック目ドーン。さあ4パック目の1枚目やってみよう。と、お、うん、誰だ、ヒゲラシマル。お、ほんで、ほんで、せーの、よいしょ。あ、光オロチ、やった、来た。光オロチ、欲しかったよね、光オロチ。はい、4パック目はいいね、光オロチと。さっき読み方間違えてました、ヒグラシマル。よしよし、ええぞ、ええぞ。5パック目いってみよう。いいね、光オロチも出て、あとグレート妖怪はコマスさん S だけか。よしよし、それも狙って、あとキャンペーン、キャンペーン、そうそう、来てほしいな、欲しいな、来るかな。 5パック目いってみよう。せーの、わーじゃん。お、あ、ん、お、あー、藤の山か。お、で、もう一つはニュンと、あー、かぶっちゃった。ふいってなんや。よしよし、まあいいか。はい、5つ目は藤の山と、ここでかぶりました、日暮丸。
はい、ではじゃん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 行ってみよう。6パック目は頭から行ってみようか。まあまあかぶるはね、もうこの辺りで確率的にね普通のことなんで仕方がないんですけども、なるべくかぶりを抑えていただきたい。お願いします。6パック目行ってみましょう。1枚目よいしょ。あ、かぶっちゃった、うん、言うてたらかぶってもだね。まあでも仕方ないからね。そしてその相方上以上、あ、長バナナ言うてるそばからもう一回かぶっちゃいましたね。長バナナとブラキュンタでした。それではではでは7パック目後半戦行ってみましょう。よいしょい、デンタええの来いよ。後半はええの来いよ。まあ、前半もねええの来てるんやけども、後半はもっと爆心してほしい。頼ますぜ俺の神様仏様。行きますな、パック目よいしょ、せーのでよいしょ。あん、かぶってるやんかん言うてるぞばからまたまた。おーっと見えてもうたけども、ライトー7パック目ダブルでかぶっちゃいました。ダララダンビラと日暮丸です。頼むよええのん来てちょうだい。じゃあ8パック目行ってみよう。かぶるなんかいやな、かぶなんかかぶり多そうやな今回な。なんかそんな予感がするだけでどうか。まあ頼む。もう8パック目よいしょ。ほら言うてる、言うてたらかぶってもうた。なんかバナナでしょ。で相方、お、あ、光ってる、角光ってる、あんた、あー、来たは、あ、来た、痛い、やったねー、キャンペーン、よかった、無事にキャンペーンメダルをゲット、金太郎にゃん、こっちはかぶっちゃいました、長バナナ、オッケーオッケー、無事にキャンペーンメダル手に入って、とりあえず一安心かな、では行ってみよう、9かな、次は。9パック目こいつにしましょう。よし、とりあえず一安心。あとはグレートのコマさん S ぐらい欲しいね、欲しいね。さあ来るかな。9パック目よいしょ。おおーらら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 やりました。これなんて読めたっけ。鬼がまりよかったかな。おおかっこ悪せんでかっこ悪ちゃう。俺がかっこ悪いね、読み方をど忘れてるね。そして相方、あはは、かぶっちゃった。よしよしよし、あーし、ええぞ。はい、9パック目は鬼釜とかぶっちゃいました、ウラキュンタです。あーし、残り少なくなってきたよ。あと3つ、10パック目行ってみようか。頭からキュンと、よし、ぽいよ。あれ、まあ結構欲しいメダルね、もう手に入ってるから、まああと望むところならほんまにコマさんですね。そのあたりが出てくれたらマンモスウレピー、これ死後か。よし、行ってみよう。10パック目よいしょ。あ、あやった、いいね、ボスメダルやん。これは赤招きゴールドやったかな。で、よし、で相方、よいしょ。おお、なんだこいつ、ぎっくり男か。やったね、ボスメダル。はい、10パック目はキラキラボスメダルの赤招きゴールド、もう一つはぎっくり男でした。あ、後半は結構ええ感じですね。さあ、あと残すとこ2パックになっちゃいました。早いもんですね。あ、1個倒れちゃった、あるかな、あるな、そらあるわ。まあいいや、よし、11パック目いってみるか。よっしゃー、はい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 、最後はドンドンとこういい感じで終わりたいね。じゃあ行ってみよう。11発目よし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 、来いよ、頼むぜー。よいしょ。あ、ガシャドクロや。これはこれで嬉しいね。お、いいねいいね。そしてその相方、よいしょ。あ、不審な山か、これかぶっちゃった。あ、ガシャドクロはガシャドクロで欲しかったからね。オッケーです。はい、11発目はガシャドクロとかぶりました、不審の山。なんかこのガチャドクロのデザインいいね。さあ、これでは泣いても笑ってもラスト1パック12パック目となりましたでございます。皆様終焉に近づいてまいりました。では最後の一投行ってみたいと思います。12パック目いい感じで終われるでございましょうか。最終12パック目ドーン、デグ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 デン、あ、やった、よーし、ボスメダル、いい感じ、最後、ラスト、いい感じでございます。さあ、相方は、かぶってチーンってなるなよーと、チーンでも OK、OK、よーし、ボスメダル来ました。でも、コスコマさん、コマさん欲しかったな。はい、ラスト12パック目は、白コマゴールドは、まあ、ある意味、コマさんね。そして、かぶっちゃいました、爆速でした。はい、ではざっくりとおさらい。ホロメダルいいの出てくれました。エンマ大王に光オロチ、鬼ガマさんに白コマゴールドで、もってこいつ赤招きゴールドにキャンペーンメダルの金太郎にゃん、
フォロワー今回6種類ゲット。コマさん S 欲しかった。でノーマルメダルはガシャドクロにぎっくり男、長バナナに富士の山、爆速日暮らし丸におでんじんで、ウラキュンタ息が続かないぞ、ダララダンビラニラソッサキガケノスケ。ノーマルメダルはこんな感じの10種類。土の子パンダが出なかったのがちょっと残念ですわ。かぶりはこんなもんですね。長バナナとか日暮らし丸、爆速富士の山、ウラキュンタにダララダンビラか。はい、ここでプチプレゼント、かぶったやつの QR コードまだ未登録なんでぜひ使ってください。いきますよ、せーの、ドゥーンと。何がもらえるかはお楽しみ。さあ動画を止めて頑張って QR 登録してくださいね。ちょっとだけね、よいしょよいしょ。さあさあさあ皆さんいけましたか。はい、ということで今回は妖怪メタルマスターズ第5幕のボックス開封をしました。今回の開封は被ったメダルもそんなに多くもなくって、まあまあ良かったと思います。ほんまね、コマさんはね、どうしても欲しかったんですけども、出なかったのがちょっと残念。ということでこの動画はここまで。次回の動画はドーンと、はい、こっち、妖怪メダル U ステージ3の方を開封していきたいと思いますので、ぜひともご覧ください。それでは次回もまたお会いしましょう。さよなら、アディオス。